何なのこの胸の高鳴りは。大丈夫でござるか。その、私、あなたのこと。円満解決、エンマちゃん。まったくエマったら、人のことを呼びつけておいて留守にしてるなんて。喉が渇いたわ。このドリンク一口くらいもらってもいいわよね。何これ、美味しいじゃない。ただいま。おー、ヤマもう来てたんですか。人のことを待たせておいてそれはないんじゃないかしら。いいじゃないですか、どうせ暇ですよね。態度悪っ、素直に謝れよ。はぁ、私の味方をしてくれるなんて。あ、どうかしたのか。サイガレイジ、あなたの鋭い目素敵ね。あんまり私を見ないで。は？何言ってんだ。どうやら机の上のチョロイン薬を飲んだみたいですね。何その怪しすぎる薬。チョロイン薬を飲むとすぐ人を好きになるチョロい人になります。今度ギャルゲーを作ろうと思ってて、惚れやすい人がどういう行動をするのか学ぼうと思いまして。もしかしてそのためにヤマを呼んだのか。はい、どうやって騙して薬を飲ませようかと思っていましたが、勝手に飲んでくれたみたいでよかったです。お前は惚れた人の行動を学ぶ前にまず倫理を学べ。さっきからサイガレイジを見るだけで胸が締め付けられるような感覚になるわ。一体この感覚は何なの。さあ、貧乳の胸の感覚は分かりませんね。そういうことじゃないだろう。サイガレイジ、お昼ご飯は食べたの。まだだけど。なら私が作ってあげてもいいわよ。いや俺は別にあなたに喜んでほしいから作るわけじゃないんだからね。ツンデレかよ。いただきます。って箸がないぞ。しょうがないわね、私が食べさせてあげるわ。はい、あんなんかするか。私の料理がサイガレイジの血肉となると思うとゾクゾクするわ。何言ってるの、怖いんだけど。レイジさんまんざらでもないんじゃないですか。お前は黙ってろ。両思い。あれから一日中つきまとわれてつらい。おいヤマ、いつまで俺につきまとう気だ。私たちは永遠の時を刻む記憶の鳥なのに。ちょっと何を言っているのかわからないんだが、とにかくもう俺につきまとうのをやめてくれ。はあ？私みたいな美女と一緒にいられることに感謝しなさいよ。中二病の上に積んでるって面倒くさすぎだろ。大丈夫でござるか。だって大丈夫じゃないわよ。もしかして怪我をしたでござるか、心配でござる。ダメ、そんな優しくされたら好きになっちゃうじゃない。何を言ってるでござるか。責任取ってもらうわよ。怖いでござる、何の先でござるか。待って、私の運命の人。はあ、やっと解放されたな。もしかして拙者のことが好きなのでござるか。当たり前でしょ、あなたのような素敵な人を好きになるのがそんなに不思議なの。好きだなんて生まれて初めて言われたでござる。その私と恋人のちぎりを交わしてくれないかしら。拙者なんかでいいのでござるか。くどいわね、あなたなんかじゃなくてあなたがいいのよ。まさかこんな可愛い子に告白される日が来るなんて。ぜひ恋人になるでござるよ。嬉しい、たとえ地獄の豪華に見舞われようともあなたと一緒に時を刻むことを誓うわ。すごいわ、こんなに上手な人は初めてよ。そうでござるか。これをあげるでござる。どうしたでござるか。別に嬉しすぎて放心状態になってたわけじゃないんだから。ヤマちゃんが多いでござる。拙者はヤマちゃんのことを一生離さないでござるよ。嬉しい、私も一生あなたから離れないわ。目移り。この後はどうするでござるか。今夜はあなたと一緒に星々のロンドンに包まれたいわ。今夜？天体観測でござるか。いいでござるね、きっと見物でござろうな。あら、何か落としたわよ。これ重すぎ。おお、すまない、大丈夫か。なんてたくましい筋肉なの。俺の筋肉に見とれるのは無理もない。私あなたに一目惚れしちゃったみたい。お嬢ちゃん、あいにくだが俺の恋人は筋肉だけなんだ。素敵、私に振り向いてくれなくてもいいからあなたと一緒にいさせて。好きにするといい。ヤマちゃん待つでござるよ。拙者との永遠の愛はどうなったでござるか。こんなのはあまりでござる。
これが毎日のトレーニングメニューだ。日々こんな壮絶な修行をしているのね。ラグナロクに備えている戦士がこんなところにいるなんて。そのラグなんとかっていうボディービル大会のことは知らないが、次のマッスルコンテストでは優勝するつもりだ。目標に向かって努力している姿、なんてかっこいいのかしら。お嬢ちゃんには何か目標はあるのかい？それはあなたと恋人になることよ。かわいい。修羅場。理想の体を手に入れるために筋肉の破壊と再生を繰り返すのは大変ね。まるで体から筋肉のレクイエムが聞こえてくるようだわ。ああ、俺の筋繊維がブチブチと大合唱しているようだ。もっとあなたのレクイエムを聞かせてほしいわ。俺、今まで筋肉のことしか好きになれなかったが、今は山ちゃんのことが大好きだ。いや、もう筋肉なんてどうでもいい。山ちゃん、俺と結婚してくれ。嬉しいわ。これが私たちの定めなのね。この筋肉だるまめ、山ちゃんを返してござる。誰だか知らんが、山ちゃんは渡さないぞ。かかってこい。あ、山、ここにいたのか。ってめちゃくちゃ修羅場になってる。なんでござるか。お前は、お前も山ちゃんを狙ってるでござるか。あ、違う違う。へい、問答無用でござる。やめろ。私のために争ってくれるなんて、胸の高鳴りが止まらないわ。俺はただ巻き込まれてるだけだ。やるじゃないか。私もまだまだ鍛えないとな。なんで俺がこんな目に。やったでござる。これで山ちゃんは拙者のものでござるよ。私のためにそこまでするなんて、かっこよすぎ。山ちゃん、拙者と結婚しよう。喜んで。じゃあ誓いのキスをするでござるよ。あれ、私一体何やってるの。ヤマちゃん、近づかないで。どうしたでござるか。なんであなたのような豚がキスを迫ってきてんのよ。豚、ひどすぎるでござるよ。汚らわしい、この豚、生ゴミ。なんてひどいことを言うでござるか。でもあれ、なんか罵倒されるのもそれはそれで興奮してきたでござる。もっとけなしてほしいでござる。ガフン、来ないで。そんなこと言って、本当は素直になれないだけなんですよね。影から見ていましたが、とても楽しそうでしたよ。というわけで追加の薬です。ちっとも楽しくなかったわよ。あんたが飲みなさい。おい、エマ、お前のせいで大変な目にあったぞ。私のことを名前で呼ぶなんて。え、その反応はまさか。レイジさん、愛してます。頼むから、もう俺を巻き込まないでくれ。チャンネル登録をどうかお願いします。お、さ、レイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。